おはようございます。えー、マスタートです。御、えー、言葉に触れてですね。はい、時間、出勤前時間が、えー、忙しいですね。はい、えー、もう、今日は手短に、え1分か2分ですね。えー、今日は伊沢賞、遺財書の7章ですね。七、えー、章の、遺財書7章の一節ですね。えー、有名な箇所で、えー えっと、それいえ7章の14節、えー、それいええー、週3らあなた方に一つの印が与えられる身を処女が見こもっているそしてお毒の子を産み、えー、その名をインマニュエルと名付ける、えー、よくクリスマスにい引用されますねこれはあマタイの福音書かなえー、っとマタイの福音書おのおえー、っとお21節からあ 25節までお読みいたします。えー、マリアは毒の子を言います。えー、その名を、えー、イエスとつけなさい、えー。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。えー、こ,のこ,とのすべこのすべての出来事は、主が原者を通して言われたことが成就するためであった。身を主女が身をもっている。そして毒の子をも、その名はインマヌエと呼ばれ。訳すと神は私と共におられるという意味であるということですね。はい、<laughs> 身近にあります。 あですけど、えー、この御言葉今日は神様。こんな忙しい時はちょっと大変な時ですけど、神が共に言われることを覚えていきたいと思います。今日の御言葉バ触フレでした。なかなかうまくいかないスケジュールですけど、皆さんの上に豊かな、神様の祝福を受ますようにお願いいたします。えー、神が共に言われる。今の夜感謝いたします。アーめんです。はい、今さトです、えー。また明日の御言葉の触フレでお会いいたしましょう。マまトとした、シューゲンです。パセプルジュ、シャロム、シャロム。